ちゃん。もちろんいいよ。あのね、私怖い夢を見たんだ。怖い夢？うん、世界の全部が私のことをわからなくなっちゃう夢なんだ。どれだけ呼んでも叫んでも誰も気づいてくれない一人ぼっちになっちゃう夢。変だよね、お兄ちゃんやみんながいるのに。絶対に一人になんかしない。だから大丈夫だ。うん、ありがとうお兄ちゃん。そうだよね、お兄ちゃんがこうやって会いに来てくれるもんね。それにね、私の妹たち、チキたちが歌を運んでくれるときは世界とつながってる。私の体は妹たちが運んでくれるパフォーマーでできてるから。だったら俺、え、チキがもっと世界とのつながりを。本当に本当に作ってくれるの？うん、うわーい、約束だからね。任せてくれ。え、うん、そうだな。けど、いつき？なるほど。いないな。月嫁ピー、また見なくなっちゃったな。そうだね、あの人だけじゃなくて他のピーも最近曲作ってないみたいだし、そろそろチキも下火なのかもな。そうね、最近チキ界隈元気ないしな。またクロム、どう思う？ああ、ミラージュが絡んでいるのかもしれない。チキに供給されるパフォーマーが減ったせいで悪夢を見たのだろうか。もしミラージュ絡みだとすると怪しいのは106か。ああ、行ってみよう。いつき、かすかだが、チキヨメ P の気配を感じる。わかるのか？あの少女も強力なパフォーマーを持っているからな。それほどのパフォーマーだ。狙っているミラージュがいてもおかしくない。先を急ごう。
ラージュの気配。気をつけろ。月嫁さん。よく来たな。なんというパフォーマーの量だ。以前感じた気配はこの男だったのか。やはりこいつらのパフォーマーはわしによく馴染むわ。思わぬ広いものをしたものよ。こいつ他のミラージュと違う。なんだこの感じは。チキ、いや以前戦った社の偽物に近い。まさか流石？あいつ一体何を。わしの君が勝利の予感に逆らわず、わしこそが無敗の将。こやつらを救いたくは見事この首取ってみせい。気をつけろイツキ。あのミラージュ、かなり手強いぞ。だとしても引くわけにはいかない。行こう、クロム。わしの毛が勝利に湧き立つ。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解、一か八かで。この攻撃だ。一か八かで絶対繋げてやるよ。驚け。これだな。お待たせしました。信じてるぜ。畳みかけろ。マイコさん、あとはよろしくね。よろしく、よろしくね。終わりにしてあげるわ。くらえ、痛いです。くらえ。怖いけど負けません。ちょっといいね。真っ二つです。逃げろよ。次頼むぜ。一気に行きましょう。やれ。気合い入れなさい。チキ、よろしくね。やったわ。手応えありそうだ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。行ってくれ。あとは任せた。たぎるわね。ああ、ダメダメ。俺に任せて。いけるいける。俺に任せて。まだいける。ダメです。行きます。やるだけやってみる。冷たいですよ。冷たそうですよ。スクエラー。次はお姉ちゃん。ライデやる。よろしく。頼んだわよ。俺らのコンビネーション見せてやろう。やってみねえとわからねえな。
やってみねえとわからねえな。うわっ、いたぜ。お願いします。任せた。続いてください。わかる。いけるか相棒。ああ、いつでも。いや、その技は効果的なようだ。もちろん。次頼むぜ。投げ。相棒さん、いけるわね。いいよ、よろしくね。やったわ。わかるだろう。ここまで成長するとは。ドーダさんのおかげです。まずいな。いいね。この攻撃だ。やった。俺に力を貸してくれ。いや、任せろ。待て。うわー、行ったぜ。頼みます。やめつけ。今だよ。わかる。みんな無事か。無駄な攻撃はよせ。落ちろ。ここか。やしろ、お前なら。バカな。わかるだろう。わかるだろう。ドーガさん、私に力を貸してください。突撃準備完了です。ダメだ。助かった。心の温めスイッチオン。よし、まだいける。任せてください。待ってくれ。助かった。はい。よし。正義は勝つ。いや、待て。うおっ、逆転発見。負けるなよ。今だよ。次だ。次は作ったわ。ラストワン。親玉打ち取ったり。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかし。ここは一体大丈夫？よかった。あ、どうもありがとう。お礼にどうの？俺に。そんなことでいい。
親切なばかりでなく無欲なのですね。ありがとう。どれだけ親切な。え？ですが、それには及びませんよ。あ、いつき、もしかしてこれって。おそらくそうだろう。飛び散った。これがあったから奴は彼らのパフォーマーを効率よく集め。だったら。そうだな。あ、来ましたね。無欲かつ親切な人。俺、葵樹って言うんだ。名乗るの遅れちゃったけど、よろしくね。そうなんですか。では、早速始めましょうか。とはいうものの、何をどう教えたものか。だいたいいつも、シュピーン、パシャーって作っちゃうので。シュピーン？まずは歌詞を書いてみたらどうでしょう。曲が作りたいということは、何らかの思いを届けたいということですよね。その相手を思い浮かべて書けばいいと思います。なるほど、やってみよう。次は曲なんですが、どうしたものでしょう。まあ、あれです。大事なのはノリです。いい感じにやってみてください。もうちょっと具体的に。これだって思ったフレーズができたら、それを引き立たせるように周りを固めていけばいいと思います。やってみるよ。こんな感じかな。いいんじゃないですか。よくわからないんですが。そんな。そんなもんですよ、曲なんて。正解なんてないんで。でもチキに対する思いみたいなのは伝わってきたんで、きっとこれはいい曲です。まるで実在のチキに語りかけてるかのよう。痛々しいまでの妄想力の使い手ですね。私ほどではないですが。
早速アップロードです。ちょっと待って、これ一番最初に聞かせた。そうなんですか、リア充なんですね。爆発すればいいと思いますが。とにかくよくわからないんですが頑張ってください。親切で無欲でいい。どうかな。ありがとう。私、お兄ちゃんと世界とつながってる。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。あ、そうだ、あとこれもイドラスフィアで拾ったんだ。どうする？あのね、私本当のドーナツ食べてみたい。それとね、外の世界を歩いてみたい。あとね、全部やろ。いいの？任せて。じゃああとね、ライブやってみたい、みんなみたいに。任せて。
それはよかった。これがみんながいつもやってることなんだね。歌だけじゃないよ、演じることだってきっと楽しい。これからいろいろやってやりたいことを探していけばいいんだ。ドーナツもとっても美味しかったしね。他にも美味しいものあるよ、ドーナツだけじゃなくてね。いろいろ教えてあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。でも、ごめんね、無理みたい。チキ？もう時間切れ。そんな。今日は楽しかった、幸せだった。お兄ちゃん、私のお願いいっぱい聞いてくれてありがとう。そんな、楽しかったってなんだよ。せっかく外に出られるようになったんじゃないか。ごめんね。消えるな、チキ。消えないでくれ。なんかごめんね、気づいたらここに戻ってたみたいで。あのちっちゃな流石の効果が切れただけだったみたい。俺、てっきりチキが消えちゃったのかと。私にはまだここでやらなきゃいけないことがあるもん。そう簡単にはいなくならないよ。この世界の人間はな、ああいう消え方されたらいなくなっちゃったって思うものなんだ。う、心配かけちゃってごめんなさい。でも本当によかった、本当に。お兄ちゃん大好き。ん？うん、何でもない。レディアンパフォーマンス、どの衣装に着替えるの？
次はどパフォーマンス